長島町は、島国阿蘇群町島,島に存在した、日本の城である。標高146メートルの山城であり、飛行差は144メートル。紀北町指定史跡に指定されている。取得元年北畑岳氏の家臣であった、加藤神左衛門が築城した。大江2年に、奥村氏は、尾瀬、紀伊長島に向かって攻めてきたため、加藤神左衛門は、尾瀬で迎え撃ったが、 内通者が行ったため敗れた。その後、加藤神左衛門は自陣した。天正四年、織田信夫が五代目の上司であった、加藤神五郎と奥村氏に、熊野聖罰を命じられた。三木城を攻め落とした堀内自然は、少しの兵力を残して、新宮に帰ったが、それを狙って、加藤神五郎は、奥村氏と三木城を攻め落とし、在城した。これを知った堀内自然は天正四年に2 0の、 兵力を率いて、幼稚をかけた。加藤神五郎の軍勢は、多数の死傷者を出しながらも何とか本拠である。この城に戻ったが、奥村氏の裏切りにより、さらに不利な状況となり、数ヶ月間戦った後、木長島町は消失し、加藤神五郎は自刃した。54歳であったと言われている。太平洋戦争の時に、軍事監視所が置かれていた。クルなどの遺構が整備されており、 本丸跡地には、ベンチもある。櫓台には携帯電話の通信施設が置かれている。桃山時代に、島国の東端を除く大半を、紀伊新宮城主の堀内自然と伊勢松ヶ島城主の小田信夫が、二坂峠を境として、それぞれが、木の国室郡と伊勢国渡来郡に編入した。角川日本地名大辞典2430件。ありがとうございます。